ロビン、ごめんなさい。毎日あなたのこと心配して、私も疲れてるの。もういいんだ。あんなことをしてどうかしてた。ごめんよ。でももう大丈夫。大丈夫だ。よかった。お腹ペコペコ。あなたも何か食べる？ああ、まあ美味しそう。さっきも考えてたんだけど、やっぱり 2,3 日休みを取って2人だけで湖かどっか行かない？ねえ。どうしてかけたの？誰も入ってこられない。どうしたのロビン？分かってるくせにとぼけるな。分からないわ。何のこと？あの女のことだ。あの女？俺みたいな。あなたみたい。俺が知らないと思ってるのか。外に来てるじゃないか。そんな人いないわよ。嘘をすな。嘘じゃないわ。俺にできることが彼女にもできる。だから俺はお払い箱さ。一体何のこと？連中も来る。ええ、食事をしに。つまり君と俺とアイブス先生、それにチルドです。あの女を入れると5人。いいえ、食事をするのは4人。4人分の支度しかしてないでしょ。そりゃそうだ。俺は死んじゃっていなくなるからだ。俺を毒殺し、あの女を代わりにするから。どうしたスーザン？違う、そうとも指一本触れなくてもどうにでもできるんだぞ。ロビン、お願いやめて。さあもっと苦しめ。やめて。もう愛してなんかいない。飽きたんだ。あの人を殺しちゃうの。やめて。さあ立てよ。ロビオ、お願いやめて。じゃあ立たせてやるさ。お一緒に。上がれ。